疲れている疲労が瞬殺されるっていう。どうも、石井隆です。今回はね、おすすめアイテムのご紹介をしていきたいんですが、勉強していると疲れる。もちろんそういうこともあると思います。そして運動のしすぎで疲れている。そんなこともあるんじゃないかということで、なんと、すごいアイテムを発見しまして、で、これ本当に今知る人ぞ知るっていうアイテムなんですよね。で、何かっていうと、マグネシウムスプレー。知ってます？聞いたことあります？でもね、聞いたことないっていう方も多いと思うんですが、そんな中の、すごいマグネシウムスプレーがいいという情報を入手しまして買ってみました。こちらです、マグネシウムスプレーで、これ全然ね、怪しいマルチとかで販売してるとかでは全然なくて、入手困難でも全然ないです。普通にアマゾンで1600円とか1500円とかそのくらいで売られているっていうような感じで、で、これ何がいいかっていうと、スプレーが一番いいんです。塗るジェルっていうよりも、僕スプレーがいいって聞いて、で、これね、筋肉に吹きかけると瞬殺です。これ疲れている疲労が瞬殺されるっていうアイテムで、で、薬事法的な限りどこまでね言っていいかわからなくて、この効くとかね、そういうこと言っちゃいけないと思うんですけど、疲れるじゃないですか。疲れるとこれをふくらはぎにシャッとやるわけですよ。そうするとなんかスプレーの方がほら粉状じゃない、粉状で、粉状っていうのかな、霧状か、霧状になってるからすぐに筋肉にスッと届いて、あ、疲れ効いたんだけどっていう感じになるということで、結構ね、勉強のをやってる時とかってふくらはぎが痛いなとか、なんか凝ってるなとかあるじゃないですか。肩凝ってるなとか、その時に凝りとかがある時にこのマグネシウムスプレーをかけるとスッて染み込んでスッてなるんですよ。だから今までね、いろいろこういうねアイテムとかって出たと思うんですけど、このマグネシウムと筋肉の相性がとてもいいと。なんかマグネシウムのね、サプリメントを飲んで疲労回復みたいなのもなんか昔ね聞いたことがあったんですけど、やっぱり直接吹きかければなんかそっちの方がいいんじゃないかっていう風な話があって、で、これをね、うちの会員さんの方から、石井さん絶対これ進めた方がいいですよと、もう疲れてやる気がないっていうね、勉強の影響出ないっていう人とかいるんじゃないかっていうことで、これがあると運動系のことを特にやってたりとか、あとずっとさ、勉強って座ってるじゃない、座ってるとすごくふくらはぎが硬くなるのよ。で、そのふくらはぎが硬くなった時にこれを吹っかける、ただそれだけ何のねノウハウもないんですけど、このマグネシウムスプレーっていうのが筋肉の疲労が、僕瞬殺を何回もされてるので、これ僕だけ知ってても申し訳ないなということで、皆さんにちょっとおすすめをしてはいるという状況なんですが、実際に、その高いものじゃないんでね、これ何千円するとかだったらちょっと困るんですけど、1000円台で全然買えてしまうのがこのマグネシウムスプレーで、もうアマゾンで注文すると翌日とか翌々日ぐらいに届いて、あ、ふくらはぎの疲労がなくなったっていう風になると思うので、試してみたいという方はぜひ試してみていただくのはいいんじゃないでしょうか。はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。